はい、皆さんこんにちは。今回はですね、異端すぎる物理学者セイクニオさんシリーズですね、こちらの愛の宇宙方程式と、セイクニオさんの半生を綴ったですね、路傍の奇跡、こちらの本紹介の9回目を行っております。タイトルはですね、野生方程式発見の奇跡ということで、セイクニオさんの、物理学者としての最大の業績である野生方程式、それがいかに発見されたのか、それがいかに奇跡的なことが起きたのかということについてお話ししていきます。まあ、野生方程式の、ね、発見についてのエピソードはですね、単発的には、こちらの、ね、野生邦夫さんシリーズの動画で話したこともあるんですけども、今回だから愛の宇宙方程式の本紹介シリーズということで、野生邦夫さんがですね、どういう、環境でですね、研究してきたかっていうことを中心にね、話をしているので、その流れに沿ってね、お話ししていきます。で、野生邦夫さんはもともとですね、小学2年の時に UFO を見て以来、 UFO 宇宙人大好きということで、東北大学の天文学科に入りました。でもそこで、物理学、数理物理学に出会ってですね、より深いその物理法則を発見し、それを研究したいということで、東北大学の天文学科から、京都大学、その、ね、分野のメッカでもある京都大学に移ったわけですね。ただ、そこの京都大学においてはですね、新たな物理法則を、発見、探求するというよりはですね、もうすでにある物理法則を使ってですね、ちまちま計算するということを野生邦夫さんに強いてきたということで、自分の、ね、哲学、ポリシーに反するということで、だから京都大学を飛び出し、博士課程から名古屋大学の高林武彦先生のもとで、研究生活を送るということになりました。で、そこでですね、やっぱり水を得た魚の、ようにですね、研究結果もバシバシ出てですね、なんと8本もの、論文を、ね、アメリカの、物理学会誌の論文、アメリカの物理学会誌に論文を、ね、8本も、発表するということができたと。これはもうものすごい業績なわけですね。で、その甲斐もあってですね、オーバードクターにもなることもなく、しかもその博士課程も半年早くですね、切り上げて、スイスのジュネーブ大学に、講師として就職が決まりました。ただ、まあ、そこにね、スイスのジュネーブ大学に行ったらですね、そこの自分を、ね、採用してくれたエンツ教授に話を聞いたら、まあ、野生邦夫さんを採用するにあたって、まあ、一悶着があったよみたいなね、話も聞かされて、がっくりくるみたいなこともあったわけですけどね。それは、まあ、愛の宇宙方程式のその6ぐらいで話してるのかな。まあ、その6とかその7みたいな、ところは、まあ、そのスイスのジュネーブ大学の話をしていると思います。興味ある方は見ていただけたらなというふうに思います。だから、野生邦夫さんはですね、まあ、そういう、ね、物理法則、すでにあるものを使ってですね、ちまちま計算するんじゃなくて、物理法則の背後に隠されたより深い真理を発見したいというふうに思って、まあ、ジュネーブ大学にも赴いてるわけですね。で、もう少しこれ具体的に言うとですね、まあ、シュレディンガー方程式というね、原子とかね、分子とか、そういうものすごいちっちゃい世界に働く、方程式、シュレーニンガー方程式というものがあるわけで、まあ、こちらの動画シリーズ、まあ、愛の宇宙方程式ではないですけれども、連鎖調和から、連鎖調和、予定調和から連鎖調和への本紹介でもですね、まあ、このシュレーディンガー方程式を取り上げたりしました。まあ、シュレーディンガー方程式はあの世の方程式だってね、安井邦夫さんがその、予定調和から連鎖調和の中で書かれてたんで、まあ、そのことを紹介したわけですね。ちょっと待ってくださいね。その時の動画がですね、こちらになってますね。まあ、このようなね、スピリットが住む場所ということで、シュレーディンガー方程式、ヒルベルト空間について、まあ、簡単にですね、述べたという回もありますので、興味ある方は見ていただけたらなというふうに思うわけですけども、で、その、まあ、そのシュレーディンガー方程式ですよ。で、そのシュレーディンガー方程式を最小作用の法則と呼ばれるものから、導きたいというね、願望を、思っていたわけですね。まあ、これ何かっていうとですね、まあ、簡単に説明するとですね、まあ、最小作用の法則というものがありまして、例えばニュートン力学における最重要、方程式は、ね、ニュートンの運動方程式で、まあ、一般相対性理論においてはですね、まあ、アインシュタイン方程式とか重力場方程式と呼ばれるものですけども、で、そういう主要な、理論の方程式というものは、この最小作用の法則というものから導かれているんですね。何らかのものを最小にする方程式こそが、宇宙の
基本的な方程式、宇宙の基本法則を表す方程式になるというね、ものすごくその深遠な、まさしく神学に近い、神の学に近いような原理があるわけです。まあ、それをまあ総称して偏分学とかね、偏分原理とか、一般的には呼ばれるわけですけども、ところがですね、まあだからニュートンの運動方程式とかアインシュタインの16番方程式がそういう最小作用の法則、偏分原理から導かれているのに、シュレーディンガー方程式だけは、その、最小作用の法則から導かれてないらしいんですね。私もちょっと門外観なんで、もう安江邦夫さんが書いてある、通りにも言うしかないわけなんですけれども、まあそうです、最初に言っておくとですね、これからね、安江方程式の話に入っていくわけですけども、より詳しく知りたい方はですね、こちら、量子の道草という本ね、安江邦夫さんの本で本格的に、安江方程式を学びたいという方はこちらのですね、量子力学と最適制御理論という本をご覧ください。私はもう言葉としてね、書かれたものをですね、ただサラサラサラと読んでるに過ぎないで、その中身についてね、問われた時には全くもっと答えられないので、安江邦夫さんの業績について詳しく知りたい方は、今紹介した本か、安江邦夫さんの言論文に当たっていただけたらなというふうに思います。というわけでですね、その、まあ、シュレーディンガー方程式はその、まあ、ミクロの世界、分子とか原子とかミクロの世界でもその一番根源的な方程式の一つだというふうに考えられているわけですね。でもそれがですね、その最小作用の法則からまだ導かれてない、これ何とかしなくちゃいけないというふうに思っていて、自分はね、この問題にチャレンジするんだということで、スイスジュネーブ大学の論文がね、たくさんしまってある書庫に行ってですね、関係するような論文ないかと日々探しておったそうです。そしたらですね、なんと、まあ、ある種の奇跡が起こるわけですね。ジュネーブ大学に赴任した、その年の12月頃にですね、やっぱりそのようにですね、論文がね、いっぱい、置いてある書庫でですね、論文を探して、これはと思う論文を見て、読んでっていうことをやってたんですけども、だんだん煮詰まってきちゃったと。もうこんな生活嫌だじゃないけども、もういいやっていうふうに思ったらしいんですね。まあ、だったらば、まあ、カフェとか行ってね、まあ、みんなと一緒にその食事2時間、昼食はランチは2時間も取るわけですから、まあ、みんなと一緒にねやればいいんですけれど、そういうね、気晴らしに出かければいいらしいんですけれども、ただまあもうちょっとそれも面倒くさいなというふうに思ってですね、まあなってもその知り合いと会ったらですね、もうそのスイスの挨拶がですね、まあ頬をね、左右の頬をぴったんこってくっつけた挨拶をしなくちゃいけなくて、それがなんか煩わしいと、もう気恥ずかしいということで、まあ当初はですね、そういうものから逃げていたと。だからまあそのね、ランチとかね、カフェに行くよりもちょっと書庫の中でね、一人でいたいというふうにその時の気分はなってたそうなんです。でももうね、自分がその物理学のそういうこういう関係の論文ばっか見てるの飽きたから、もう全然関係ない論文見ようというふうにして、偶然立ち寄った工学関係の論文を、ペラペラペラと見たらですね、なんと驚くべきことにですね、シュレーディンガー方程式にそっくりな方程式が書かれた論文を発見したそうですね。まあなんかこういうことはたまにありますよね。その、全然分野が違うんだけども、方程式の形が似ているというようなことがあります。だからその全然別のことなんだけども、方程式の形が似ているっていうことは、その数学的な作用とかそういうものは似ているわけです。似ているか、もしくは全く同じなわけですね。でそれがですね、その工学における制御理論というものの論文だったらしいですね。だからまあ先ほど紹介した参考文献、安江邦夫さんの本はですね、この量子力学と最適制御理論というタイトルになってるわけなんですけれども、だから全くその全然関係ない工学っていうのは、この工学っていうのはまあ応用ですかね、まさしく応用そのものなんですよね。だから何かその制御、機械制御をするときに、このような方程式がありますよということで紹介されていた、方程式がですね、シュレーディンガー方程式にそっくりである。しかもですね、その方程式をどうやって導くかっていうときにですね、このエネルギーっぽいものを最小にするという、過程から、このシュレーディンガー方程式に似た方程式が導かれていた。
で、この論文を読んでですね、安井邦夫さんはですね、ピンときたわけですね。このね、シュレディンガー方程式に似てる方程式がね、この光学関係の制御理論の論文にあったと。で、エネルギーっぽいものを最初にしてるということは、方程式が似てるわけだから、これをシュレディンガー方程式に、これを真似れば、これを真似ればというか、まあ、これを利用すればですね、シュレディンガー方程式を、まあ、エネルギーのようなものから、まあ、ちょっと曖昧な言い方でしか言えないので申し訳ないですけども、そうね、最小にしてシュレディンガー方程式を導くことができるんじゃないかっていうひらめいて、なんとそれを実現させてしまったっていうんですよね。で、そうですね。で、シュレディンガー方程式がじゃあなんでこの最小作用の法則というね、最もその 物理学においてその深遠な神的なね原理から導かれていないかというとですね、そもそもこのシュレディンガーって人がですね、シュレディンガー方程式を発見したんですけれども。こんな環境においてシュレーディンガー方程式が発見されたんですね。これもだから安江邦夫さんがそういう書庫とかねさまよって見てる時に、ある雑誌にそのシュレーディンガー方程式がどのようにして発見されたかという経緯をその書庫で発見したらしいんですけども、シュレーディンガーは安江邦夫さん曰く、そのまあシュレーディンガー方程式を発見する前はですね、まあ二流三流の田舎大学の教授だったらしいんですけども、その時ね勃興し始めたその量子力学の基本方程式、基礎方程式を発見したいとやっぱ思っていたわけですね。で、思って研究してるわけですけども、全然その思いつかない。で、ある時もうその研究に疲れてですね、シュレディンガーは自分の愛人を伴ってアローザというスイスのアルプスのある山小屋に行ったらしいんですね。で、その山小屋で過ごしていた時に、なんとシュレーディンガー方程式と後に呼ばれる方程式が、脳内を、駆け巡って現れたというわけです。だからまあ自分とシュレーディンガー本人としてはですね、この方程式が一体何を意味するのか、まあ、何を意味するのかっていうのは分かったとしても、どうしてこの方程式が導かれたのかっていうのは全然全く説明できなかった。ただこの、自分の脳裏に浮かんだその方程式がですね、とても素晴らしい方程式、つまり量子力学の基本的な方程式になるってことは、その水素原子にそのシュレーディンガー方程式、自分が発見したというか、脳裏に突然浮かんできた方程式をその水素原子に適用したらば、見事にその水素原子の性質を説明することができたということで、これはもうとにかく素晴らしい方程式だ。でもその論文を書くときに、私は愛人と一緒に山小屋にいたら、突然そのシュレーディンガー方程式が脳内を駆け巡りましたっていうんじゃ全然論文にならないわけですね。のでそのこういうようなすごい基礎方程式を発見したっていうことだけを伝えてですね、論文はその1ヶ月後ぐらいになんとかこじつけて、だからね、方程式が浮かんだはいいけれども、どういうことからこの方程式が導かれたかっていうことが、全然自分には分かんなかった。でもそれをまあね、これとっても大事な方程式なんで、で前年にはですね、そのハイゼンベルグは行列力学というものでその、量子力学の基礎方程式、基礎方程式というか、まあ、基礎理論を作り上げたわけで、一歩遅れてしまうと自分のね、せっかく脳内に浮かんできた方程式がですね、他の人に取られる可能性もあるんで、とりあえずこういう方程式を発見したいということを伝えて、で1ヶ月後にですね、無理くりその、こんな過程から、シュレディンガー方程式を導きましたということでですね、まあだからある種無理やり感があったらしいんですね。だからまあ、当然、その時点においても最小作用の法則からシュレーディンガー方程式は導かれてないし、その後もですね、最小作用の法則からシュレーディンガー方程式は導かれてなかったということなんですね。で、そうだね、そんな状況なわけですから、ひょっとしたらそのミクロな世界、原子とかその分子とかそういう極地、素粒子とかのその世界においてはですね、最小作用の法則っていうのは成り立たないんじゃないかみたいなことも言われ始めたわけですね。で、安井邦夫さんはですね、その偶然に発見した、光学制御理論の論文からですね、これを真似て、なんとかそのシュレディンガー方程式を、まあ、エネルギーっぽいものを最小にすることというその過程からですね、その当初その無理くり、シュレディンガーが置いた過程が導かれるということが分かってですね、それでシュレディンガー方程式を導いた。
ということで、なんとその、まあ、ある意味その偶然が作用してですね、安江邦夫さんの業績、スイスジュネーブ大学に行ってからの業績が生まれましたということですね。でそれが論文になりましたと。でその論文を発表する場としてですね、あのベルギーの、ルーバンカトリック大学において国際学会、数理物理学の国際学会があって、そこで発表するという機会が得られたということで、ベルギーに安江邦夫さんは向かうわけですね。あ、そうですね、これで、ね、ある種そのシュレーディンガー方程式がその、最初作用の法則から導かれたと私なんかも思ったんですけど、でもどうやらそうではないと。まあですね、まあだからそのシュレーディンガーがもともとやったそのなんかよくわかんないその過程からそのシュレーディンガー方程式を出すというものに一つの、ね、意味を与えたのは事実なんだけど、まだ完全ではないです、ね。大いなる一歩を安江邦夫さんは与えたんですけども、実はこの最初作用の法則はですね、まあ、あのエネルギーっぽいものを最小にするというよりはですね、ある作用というものを最小にするというね、ちゃんと枠組みが、その偏分原理、偏分学において枠組みがもうすでに完成されてたんで、できればその枠組みの、中での最小作用の法則、まあ、ラグランジアンという呼ばれるものですけど、そのラグランジアンというものをちゃんと、定義して、そのラグランジアンからその最小作用の法則が導かれてシュレーディンガー方程式を、ね、導きたいということですね。だからまだあの大いなる一歩を与えたんですけど、安江邦夫さんは与えたんだけども、まだ 100% 完全ではないという状態で、ベルギーの、ルーバンカトリック大学に赴きました。そこでですね、運命の出会いがあるわけですね。エティム氏というね、黒人の物理学者、すごくあの業績を上げた立派な物理学者らしいんですけども、そのエティム氏と出会うということなんですね。で安江邦夫さんはですね、ルーバンカトリック大学に行きましたと。国際学会がね、自分が発表できるということで、で行ったらですね、行ってホテルに泊まってですね、その翌朝ね、その、学会の初日、に行く前にですね、ブレックファースト、朝食を取ろうということでホテルのレストランに行ったらですね、あのこのエティム氏がいてですね、あの手を挙げてると。で2人は初対面だから、なんか黒人の人が手を挙げてこっち呼んでるなと。安江邦夫さんが、レストランの食堂に行くと、黒人の人がですね、こっち来いこっち来いみたいなこと言ってるわけです。で一体何者かも分かんないですよね。まあただ、そのね、まあホテルはその学会のその参加者も多いので、学会関係者かなと思うわけですけれども、まあ とにかく黒人の人がですね、安江邦夫さんを呼んで、一緒にご飯食べようということでいろいろ質問してきたり、こういう作法で、食べるんだよみたいなね、いろんな指導までして、結局その5日間学会期間があったらしいんですけども、なんと5日間ずっとこのエティム氏はですね、あの安江邦夫さん付きっきりで、あの過ごしたと。でいろんなアドバイスとかね、そういうものを安江邦夫さんにしたらしいんですけども、じゃあなんでこの人は、あのこの黒人の人はですね、あの安江邦夫さんにあのそんなね付きっきりになったのかっていうとですね、なんと、まあ、エティム氏っていうんですけど、これアルジェブラ出身の方らしいんですけど、もともとアルジェブラでエティムっていうね名前だけが与えられてたんですけども、姓なのか、姓なのか名前なのかで、まあ、エティムっていう名前しか与えられなかったんで、もうね姓も名も必要だっていうことで、まあ同じにしちゃいということで、エティムっていうふうに名乗ってたそうなんですよね。でサイン書くときもエティムっていうふうに書いてた。でその人はなんでじゃあ安江邦夫さんをそのべったりくっついてたかっていうとですね、その先ほどその名古屋大学時代にですね、その8本もの論文を書いたということだったんですけども、そのアメリカの雑誌に発表した論文をこのエティム氏はですね見ていて、安江邦夫なる人物を知っていたと。でしかもその論文の内容がですね、ね、先ほども言いましたようにやはり深遠な、ね、真理を発見したいというあの哲学というかポリシーを持ってたわけで、エティム氏もですね感激したらしいんですよ。その死を抹殺なそのね物理法則が、もう既存の物理法則を使った計算で何か結果を出すというよりも、こういうね深いね考え方、深い哲学を持った、論文だっていうことでもう注目してたらしいんですって。その論文を読んで、まあ、しかも安江邦夫さん分かるようにですね、文章すごく面白いわけですね。
まあ、物理学 の、 あの本読んでも思うわけですけど、まあ、物理の内容は難しいですけども、いろんなその語りかけてくれてる内容がですね、やっぱ面白いわけです。だから論文も多分面白いんでしょうね。まあ、面白さもあり、その物理学としての深さもあるということで、エティム氏はですね、アセクニオさんの論文をですね、もうあの印刷して持ってて所持していた。で、このルーバンカトリック大学に行われるその学会、国際学会のそのスケジュールというかですね、まあ、メニューというか何ですかね、そういうものを見たときにですね、安江邦夫なる人物がいたと。しかしですね、そこにはですね、あの名古屋大学とは書かれていなくて、ジュネーブ大学って書かれてたから、同姓同名なのかな、同姓同名の別人が来るのかなと思っていたところ、まあそのね、こちらのルーバンカトリック大学で行われる、学会における安江邦夫さんの講演題目を見たら、あ、これはもうあの、私が注目しているエティム氏が注目している安江邦夫だなということで、安江邦夫さんに会うのをすごく楽しみにしていたらしいんですよね。で、まあ、安江邦夫さん日本人だということで、ただその日本人って言っても日本人がね複数来た場合には誰が安江邦夫さんか分かんないわけですよね。ただその、レストランでその安江邦夫さんが来るのをあの今かと顔も分かんないわけなんですけど、あの待っていたところ、その安江邦夫さんがね、東洋人がパッと現れた時に、あ、もうこの顔、この、ね、姿形、こいつが安江邦夫だということが、まあ、エティムさんはですね一発で分かったらしいんですよね。というわけで、安江邦夫さんが現れたらですね、もういろんなことを聞きたいと、こういう論文を書いた人間のその生活環境から、生活背景、ね、育った環境とか、そういうことも聞きたいっていうね、そういう欲求にね、とらわれていたというか、とらわれてたっていうのは失礼ですけども、という思いに、至っていたので、だからエティムさんはですね、安江邦夫さんを見つけて、もう5日間もう付きっきりでいろんなことを聞きまくり、まあ、自分からもそのいろんなことを話したりとかしたらしいですね。で、学会においてですね、安江邦夫さんがですねこの結果を発表すると。ただもうね、学会のそのなんか最後の方の発表なんで残ってる人も、なんか有名な物理学者なんかもうすでに帰っちゃった後らしいんですけれども、そこでなんかしょぼんとしながら安江邦夫さんは学会発表したんですけども、自分のその学会発表、このね結果を発表した後にですね、エティム氏はですね、なんか立ち上がってですね、こんな素晴らしいね、論文発表は聞いたことがないとまで言わないかったかもしれないけども、珍しいというかね、ここにいたね、聴衆の皆さんはね、すごく幸せだみたいなことね、この素晴らしい、ね、物理学の発見をした安江邦夫氏にね、拍手を、お願いしますということで、エティムさんがですね、もう最大の賛辞を安江邦夫さんに送ってくれたということなんですよね。で、安江邦夫さんね、すごく大感謝ですよ。で、ここから先がこの安江方程式に発見につながってくるわけですね。で、先ほども言いましたように、まだその 100% の最小作用の法則からシュレーディンガー方程式が導かれたわけではないということですね。で、100% にするというね、課題は残っている。で、それからこのエティム氏との出会いから1年後、なんと、西ドイツ、1979年12月18日ですね、西ドイツの、ジーゲンというところにですね、やっぱりエティムさんがですね、呼んでくれたんですね。で、エティムさんに、1年、ぶりに会うためにですね、西ドイツジーゲンに、向かったわけですね。そこでですね、今回の奇跡が起きるわけですね。ですね、安江邦夫さんはですね、車を買ったばっかり、ランチャーのフルビアクーペっていう 1300cc なんだけども、200km、時速 200km 出るという車を手に入れてですね、これはぜひもう 200km 体験をしたいということで、スイスの高速道路においては制限速度が130km とか 150km とか決まってたんで、 200km 出せないということで、ドイツ、せっかくの西ドイツに向かうわけだから、アウトバーンで 200km 出そうということで、アウトバーンに乗って、時速 200km にチャレンジということで、アクセルを踏み込んだ
そして時速がですね190キロ、時速メーターがですね190キロとかね200キロにだんだん向かっていった時で、だからもう200キロ、1300cc の車がですね200キロ出すっていうんだから、もう相当な幽霊が、安井邦夫さんを襲ってきたわけですね。このままね、この車はねどうなっちゃうんだみたいなことを思っていた時にですね、ちょうどね速度計が200キロメートルに向かおうとしている時にですね、なんと、奇跡が起きるわけですね。それはどういうことかって言ったらですね、もうガラガラガラっていうね車の揺れがですね一瞬止んで静寂な世界が訪れたそうですね。一体何なんだ、ね、ただその時の、安井さんの心理状況としては、突然その、ね、揺れていた車体がですね静まり返ったかのような、空間になっちゃったと。でもそれはですね、なんか不安にさせるようなものではなくてですね、すごくなんかあったかくて、なんか素晴らしい、状況なんだってことが自分でも分かったらしいんですね。そしたらですね、ある、ね、未知の方程式がですね、安江邦夫さんの額に浮かび上がってきたわけです。一体これは何なんだろうと。ね、自分は見たことがない。これは何らかの方程式が、額の裏、額の裏というか、額に浮かび上がってきたとしか表現ができないだけれども、とにかく額にですね、なんか方程式が浮かび上がってきた。でも全然自分は、何の方程式なんだかと見当もつかない。でと思っていた矢先にまたガタガタガタっていう揺れが戻ってきたわけですね。でこれ一体何なんだろう、慣れないドイツ語圏に行っちゃったからか、もうドイツ語読むのに疲れちゃったからか、安井邦夫さんはフランス語圏で生活していて、フランス語で生活してるんだけども、西ドイツに向かっていたんで、もうアウトバーンなんで、ドイツ語ばっかりで、それでなんか脳みそが疲れたんじゃないかなということで、もうここはもう一旦アウトバーン降りてですね休もうということで、近くにあったホテルに泊まることにしました。でそこでですね、とんかつとビールを飲んでね休んで、ね、リラックスしていったらですね、先ほど脳裏に浮かんできた、額に浮かんできた方程式っていうのがなんかまだ記憶できてると、思い出せると。これ一体何なんだか分かんないけど、まあ、一応ね、書き留めてみようと思ってその方程式を書き留めて、それを、ガチャガチャと式をいじくっていたらですね、なんと、ネルソンっていうね人の、ネルソンという数学者らしいんですけども、あ、まあ、この方はですね、安江邦夫さんがずっと勉強していた人で、このネルソンの方程式があって、そのネルソンの方程式からシュレーディンガー方程式が導かれるということなんですけども、安江邦夫さんの額に浮かび上がっていた未知の方程式をガチャガチャいじくっていたら、ネルソンの方程式が出てしまったと。ということはそこからシュレーディンガー方程式が導かれると。つまりネルソンの方程式より一般的な方程式というものが、額に、実は浮かび上がっていたんだ。だからつまり先ほど言ったシュレーディンガーがシュレーディンガー方程式を導いたと同じような現象が安江邦夫さんに、起きたわけですね。これはすごい不思議ですよね。まあね、何もしていない、何も研究も物理学も勉強していない人にそんな方程式が舞い降りたところでそれを活かせるわけがないし、まあ、シュレーディンガーにしても安井邦夫さんにしてもですね、ギリギリのところでそういうね、あーでもないこうでもないっていう脳みそをひねくり回して、脳に汗をかきまくったがゆえに、まあそのような、ね、方程式が浮かんだであろうことは間違いないわけですけれども、で、まあ、例えばね夢に出てきた化学式が新たなるなんか、化学物質を作るヒントになったとかね、そういうこともよく聞くわけですけれども、いやでも不思議っちゃ不思議ですよね。その方程式の形がバーッと浮かんできて、それを書き留めたらなんと、それが新たなる、未発見の方程式だった、まあ、数学ではよくねそのイデアなんていうふうに言いますけども、イデア界、数学の定理とか理論とか、まあ、そういう物理法則とかっていうものはもうそのイデア界っていうね、イデア世界に実はあって、人間はそこにアクセスして、その、ね、イデア界からその方程式を取ってくるというか、まあ、思い出すっていうか、そのまあだからいわゆる、まあ、いわゆるというか、まあ、ここで言うとその脳にね浮かび上がらせるんだみたいなことを言う人もいますよね。
私の動画でよく出てくるそのロジャー・ペンローズっていうね、そのブラックホールの物理学、数理物理学においてですね、2020年ノーベル物理学賞を取った人も、その、イデア世界の信者というかですね、まあ、ロジャー・ペンローズ自身が自分のその物理的な数学的な発見っていうのは、やっぱりだから、その安江邦夫さんやシュレーディンガーみたいに、なんかその自分で発見したというよりは、なんか想起する、あ、こうだったんだなみたいな、思い出すみたいな感覚だみたいなことを言ってるわけですね。だからまあ、ある種だから近いのかもしれない。でもまあ、すごい奇跡ですよね。で、その方程式、だから、何のその物理的な手土産は持つことなく、エティムさんに会いに行くよはずがですね、なんとエティムさんに会う道中においてですね、とてつもない奇跡が起きちゃったということで、その、話を、ね、土産にしてですね、エティムさんとですね、熱く議論を交わしたと。いうことで、この安江方程式は結局ですね、このネルソンさんというのは、確率論においてその量子力学を定式化するということをされた人なんですね。でもそれでもまだそのシュレーディンガー方程式をその最初作用の法則から導くことはできてなかった。でもこの安江方程式によってですね、確率論的なその量子力学の定式化においてはですね、その極限においてはその古典力学の最小作用の法則になるような、その最小作用の法則を確率論の方に一般化する確率変分学というものを安江邦夫さんはですね、結局だからこの安江方程式をもとに作り上げることに成功したということでですね、なんと、当初の念願だったシュレーディンガー方程式を変分原理、変分学、最小作用の法則から導き出すという大願を成就することができたわけですね。素晴らしいですね。まあ、そしてですね、自分の取ったザンブリ肉もですね、なんか当初は違うことをやるはずだったんですけども、その成果を聞いてですね、自分も、こっちの方をやるということで、なんとザンブリ肉、哲学科出身で、大学院に入ってきた時には数学も物理も全然知らなかったような状態だったザンブリニ君がですね、誰よりも早くですね、なんと安江邦夫さんと共同でですね、論文を書き、総合報告も書きですね、誰よりも早く1年半も早くですね、同期の、誰よりも早く、博士号を取ってしまったってね、おまけまでついたと。日本からやってきた全然、何者かも分かんない講師のもとで、哲学科出身で、周りの、講師が、ちょっとなんか哲学っぽいこと言ってるから嫌だって煙たがられたザンブリニ君のこのね、ペアがですね、なんと誰よりも早く同期の中でその博士号を取ることができてしまったというね、おまけまでついてしまったということですね。あ、そうだ、オイラー・グランジュ方程式っていうのを書きましたけども、そうですね、安江邦夫さんが導き出した安江方程式というのはどのようなものなのかということはちょっとやっぱり見ておきたいですよね。まあ、形だけでも鑑賞すると、私も形だけしかわからないんですけども、まあ、こんな感じですよね。まあ、この L っていうのがラグランジアンと呼ばれるものですね。だからこれがまあ、いわゆるその、オイラ、ラ、えーと、ラグランジ方程式、つまり最小作用の法則から導かれる、方程式のことを、オイラ・ラグランジュ方程式と呼ばれるんですけども、それがだから導かれたと。確率、変分学においては、これがだからオイラ・ラグランジュ方程式になるんでしょうかね。ということでですね、安井邦夫さんがですね、自分の、大願を成就することができたわけなんですよね。はい、ということで、今日は終わりにしたいというふうに思います。聞いていただきましてありがとうございました。